時は戦国。それは群雄が割拠し終わりなき戦が繰り広げられた血塗られし時代。そんな光見えぬ時代に炎のごとく燃えたぎる熱き魂で一気火星に駆け抜けた一人の男がいた。その男こそ天下絶創の赤き武人、真田源次郎幸村である。これより語るは信州上田にごくわずかな所領しか持たぬ田舎節の次男でしかなかったこの男がいかにして戦い、いかにして生き、そしていかにしてその魂を燃えたぎらせて伝説的武将として後世へ語り継がれるに至ったか、その一人の男の生き様を描く真田幸村の壮絶なる一代記である。そしてこの男の人生を追うことはそれ自体戦国の最も激しい時代からその終焉の時までを追うことに他ならず、この男の戦いをもって100年に及んだ戦国乱世は終わりを告げ、新たなる時代の幕が上がることとなるのである。いざ刮目すべし真田幸村の熱き熱き熱きその生涯を。ついてくれや、わかるわかる。ほれ、走るぞ、ベンマル。お待ちください、父上様。ほれほれ、置いて行くぞ。急げ急げ、小せがれ殿。おい、見ろ。何者だ、あいつら。敵か？こっちへ向かってくる。みんなに知らせ。いよいよ本番、真田家男児初陣の試練だよ。さあさあ、そこなお客人、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ここに入れたのは真田日本一の強者、勇士弁丸にござい。なんとこれよりこの弁丸が皆様方を一槍に見事なぎ倒してご覧に入れそうろう。生き残れよ、ベンマル。父上様。あ、そんな父上様、父上様。これが初陣の試練だって。無茶だ、相手が多すぎる。何が日本一の強者だ、ふざけやがって。いや、このことはあの真田のものだ。手ごわいやもしれんぞ。油断するな、取り囲め。体が思うように動かない。これが本物の戦。くそ、こいつ手数らしやがれ。隙を見て一斉にかかれ。一息に押し潰すぞ。やはり数が多い。このままじゃやられる。父上様、あゆえ、ベンマルは、ベンマルは。Thank you.
めえら誰に断ってはしゃいでやがる。ここは未来の俺の領地だ。知らねえとは言わせねえ。なんだガキがもう一匹増えやがったぞ。あんた面白いことやってんな。俺も混ぜて。まだガキじゃねえか。何お前だってまだ子供だろ。てな、おちびちゃんはそこでじっとしてない。こんな雑魚ども、ボンテンマル様一人で瞬殺だぜ。ボンテンマル強い。おいおい、おちびちゃん無理すんなよ。おっちんちまっても知らねえぞ。チビじゃない、僕はベンマルだ。このガキども、強すぎる。僕は父上様の息子だ。兄上の弟だ。こんなところで負けはしない。逃げろ。やるねあんた。そんじゃ次の勝負と行くか。次の勝負？ここを道なりに進むと竜の一本隅がある。そこまで先に着いた方が勝ちってのはどうだ。よし、このベンマル受けて立つ。なら行くぜ。よいや、欧州時代筆頭ボンテンマル押してまいれ。早きこと風のごとく、侵略すること火のごとく、このベンマル尋常にお相手つかまつれ。風林火山ってか。あんたの親父は武田の武士か。そうだ、武田二十四将が一人、真田正幸だ。真田正幸、信州上田戦国一の食わせ者か。こいつはまた面白くなってきやがったぜ。小十郎のやつを巻いてここまで出張った甲斐があるってもんだ。え、その小十郎とは誰だ。俺の右目。ま、お目付け役ってとこさ。いずれは俺の片腕になる。あいつは強いぜ。ボンテンマルが怖がるほどの御仁か。いつか手合わせ願いたいな。ああ誰がビビってんだ。誰が。いいか、この世にボンテンマル様が恐れるもんなんざねえ。だがその御仁も僕の兄上にはきっとかなわないと。おお、言うじゃねえか。あんたの兄貴はそんなに強えのか。ああ、兄上こそまさしくもののふ獅子のようなお方だ。兄上が家督を継げば真田はもっともっと大きくなる。父上様もいつもそうおっしゃっているんだ。僕は立派な強者になって兄上を助ける。真田の名は今に天下に轟くぞ。やれやれだ。武田はあの信玄のおっさんだから十分厄介だってのによ。広いぜ天下ってやつは。こいつは骨が折れそうだな。小次郎。
もうすぐ一本杉だぜ、デンマリ。おう、勝負だ。行くか。みんな、天気に轟け。昨日と一度、強者になるんだ。天気を注ぐ連歌。よっけー。せい、うら、えい、ちょれ。引き分けか。この度は貴殿のおかげで命拾いを指望した。そうじゃねえだろ。俺とあんたはよ。行くぜ行くぜ行くぜ。うわー、真田日本一。ほらほら、どうした。まさかもう息が上がっちまったってんじゃねえだろうな。このくらい兄上様との稽古に比べれば朝飯前だ。言ってくれるぜ。お前こそ疲れてるんじゃないか。立ち筋が単調になってるぞ。バカ、手加減してやってんだよ。あっという間に終わっちまったらつまんねえだろう。うん、そうだな。ずっとこうしていたい。楽しいな、梵天丸。上等。ああ、俺もだ。俺も楽しくて仕方ねえ。いいね、ゾクゾク来やがる。こんな面白い喧嘩は初めてだぜ。僕の体が、心が燃えるように熱い。これは、この感覚は何だ。熱い。梵天丸が燃えている。青い炎が僕を、僕の心を焦がしている。デンマレ、なんだその赤い炎は。デンマレ、あんた俺を焼き尽くそうってのか。面白え、面白え。またに笑いやがって。楽しいんだ、熱いんだ、心が震えているんだ。俺も熱くなっちまってやがり。熱く、熱くよ。あんた俺の一体何だ。敵か、ダチか。いや違う、これがライバルってやつか。ライバル？ボンテン！どこだボンテン！小次郎！チッ、うるせえのが来やがった。悪いが勝負はお預けだ。絶対に決着をつけようぜ。約束だ、男と男のな。男と男の約束にござる。じゃあまたな、マイライバル。梵天丸、僕の
ライバル。この地に囚われの身となった勝頼様がすぐに参ります。勝頼様、この信行がひとまたぎに織田を蹴散らしお救いいたす。まあ、そう慌てなさんな、せがれども。しかし親父様、相手は魔王織田信長。勝頼様の御身にいついかなる矜持が降りかかるやも。まあ、今しばらくは大丈夫だろうね。人質ってな、使い道がいくらでもある。だがそれも生きていればこそよ。命を取っちまったらどうにもならんだろう。そういうものでござりまするか。そういうもんでござりまするよ、小せがれ殿。我ら魔王軍に歯向かうとはな。武田の残党とはいえ、敵はあの真田だ。油断するな。信玄公、この正幸強引に報いてみせますぞ。せがれ殿、おせがれ殿、遅れるなよ。承知。心得ましてござります。くぅ、お前、気を抜くなよ。気なんざ抜いてられっか。そんなことしたら、信長様に魂抜かれちまう。動きが鈍いぞ、雪村。宣告までの威勢はどこへ行った。しかし、兄上、親父様より物事は冷静に見よう。日頃からそれで槍先を曇らせていては元も子もなかろう。親父殿は親父殿、お前はお前だ。お前は自分の道をかければいい。この俺も俺の道をただまっすぐに馳せていく。親頼もしいね。自立した子を持って幸せだよ、親父様は。真田の道はどこまでも続く。我らが前へと進む限り。素晴らしきお言葉。この雪村めの魂に刻みまして候補。無理だ、俺たち束になってかかったところで止められん。戦国の奇術師、信州の主人、二蔵の若虎、これが真田親子か。天に燃えよ我が日光、地に燃えよ我が炎。これより先は三手に分かれる。我らのうち一人でも勝頼様のもとへたどり着ければよい。承知。正義、戦国の奇術師だ。どんな奇策を用いてくるかわからんぞ。あらららら、ガチガチになっちゃってま。これかえって動きやすいかもね。安心めされい、お客人方。
この正幸、策をば浪するつもりは毛頭ござらん。ただわしを阻む輩には消えてもらう。覚悟を決めてかかりそうらへ。カズヨシ様、信玄公の忘れ形見を失うわけにはいかん。武田の道は我ら真田の道と重なりし者。このままでは突破されてしまう。えい、あの方々の到着はまだか。兵士たちの様子が尋常じゃないね。よし、ここでいいぞ勝家。承知つかまった。織田家が真、槍の魔座前田利家。同じく甲斐柴田勝家。これより先は我らが倒産。信長の子供、音に聞く織田の魔座隊か。やはりこの先に信長が。ならば勝頼公も。信長様の御前で賊を討てるとは、なんたる強行。いや、この私であれば必然の幸運か。おう、その息だぞ勝家。でも油断はするな。こいつ強いぞ。ここで大手柄を立てれば、光秀様に次ぐ側近となることも夢ではない。そうなれば次は。聞いておらぬようだぞ。白昼夢にふけったまま戦うとは、あいやはや、なかなかどうして器用な若造だね。勝家。利家殿に一つお尋ねしたい。そこもとは仁も義も厚き誠の物の句とお見受けいたす。何でも聞いてくれ。となれば何故信長の非道なる振る舞いを侃侃なさる。天下不武とは魔王がごとき存在を将来し称賛するものか。違う、そうではない。そうではないか。それがしは信じているんだ。信長様の力で日の本を一つにした後、みんなで一生懸命力を合わせれば、戦のない平和な世が作れると。先を信じているから、今はどうであろうと構わぬ。そう申されるのだな。それで構わぬ。この天下を統一できるのは信長様だけなんだ。他の誰にも成し得はしない。そうだ、下天を食らうに至る者は信長様のみ。今はまだな。大きすぎる力ってのはどうにもいけないね。なるほど、真田信之、聞き死に勝る豪の者だな。徳川家康、お前のような物の符が織田にいようと、一つ問う。お前の主君織田信長とはどのような男だ。気になるか。だが難しい問いだな。わしにも信長公の誠は未だ測り得ないんだ。確かなのは信長公の持つ強さ、天下人たりうる天下不武の力の凄まじさだ。天下不武の力。公の前では将も民も等しくただの人となる。恐ろしい力だが、乱世を平らげるには必要な力だろう。聞かれるか、信長公の強さに。わしと行こう信之。お前を信長公に引き合わせたい。しかしお前は恐ろしくはないのか。恐れる、何をだ。信長公、そして公が導く世の姿。俺は恐れを抱けるか。まだ信長を知らない。それもそうだな。だがな信之、わしは
怖い。怖くてたまらないんだ。何が、甲に惹かれてしまうわし自身が怖い。なぜ甲に惹かれるのか、それを知るのが怖いんだ。家康、わしは臆病者だ。なら信行、お前は違う。甲とも己とも嘘を偽りなくまっすぐ向き合うだ。その答えがわしをも導く。そんな気がしてならない。織田信長、それほどまでの男か。それほどまでに血相を変えずとも、ちゃんと生きてますね。今はまだね。明智光秀様、今すぐ勝頼様を解放しろ。さもなくば、さもなくば殺しますか、私を。信長公も、それはそれは面白くなりますね。出張るな、水秀。いいよ、自らがそこの無事なと戯れん。これはこれは申し訳ございません。あのゴミを始末せずにいたのはそのためでしたね。真田正幸、よし。
貴様の気づきとやら世に披露してみせ。信長、豪将だ。勝頼様を返してくれ。あのお方を失えば武田は滅んでしまう。虎の子はネズミぞ。弱きが滅ぶは羊よ。無事な武田を捨て世に仕え、駒となりしねえ。図に乗らん信長、返さんなら力ずくで取り返すまで。親方様、やはりこやつの息の根は西汚い手を使ってでもわしが止めておくべきだった。ほん、つまりかつてあなたは公の暗殺を企てたものの、それを信玄公が止めたということですか。そうだ、親方様は尾張の大うつけをも導けると。だがある方は寛大でありすぎた。寛大ですか。愚か、浅はか、当変僕の間違いでは。トラメは塔に失せず、下天は世のなさんや名前は左遷と言っている。親方様の教えは生きている。武田のわしの心に生き続けている。はいよ。拳は大きく激しく胸を打ち、ゆるりと周りを巻き込んで、絶対無欠の約束を高く立てた。命を選べ。それか、これか。一方のみくれてやる。ならば親父殿だ。信行、何をしまようか。小僧、よう言うたわ。よせ、やめろ。勝頼様、やってくれたね、北条のじい様。まあいいさ、この正行に策ありよ。親父様、策とは一体。あの軍勢とまともにやり合ってはいかに我らであろうとも。
まあに簡単なことさ。ちょいと向こうさんの旗をご拝借ってね。敵方の旗を奪う、それが親父様の策でござるか。さようさよう。踏んどった北条方の旗を背に、この霧の中敵の陣中で一暴れしてやるのよ。なるほど。さすれば北条方は味方に裏切り者が出たと見て浮き足立ちそういなかの。なんと。そして我らはその隙をつく。さすがは親父様、戦国一の詐欺師にござる。それを言うなら奇術師だね。聞けば織田も桶狭間の戦では立ち込めた霧を生かして今川の大軍を華麗で破ったそうだ。織田にできたなら真田にだってできるさ。だろ。無論。雪村、お前はそのまま進み旗を奪え。俺はひとまたにして別の旗を奪いに行く。あなた方は投げてくれ。調子でもう一旗二旗頼めるかい、小せがれ殿。たった一つじゃ敵も刺して動揺しないだろう。しっかり多く背負えばそれだけ目立ちまするな。ではそれがし百騎ほど集めてみせましょうぞ。その名の小せがれ殿は武士ではなく大道芸人を目指すつもりかな。は、そうさ。せっかくだ、その旗をあと5つほど集めるかね。あと5機。親父様、それは何故。その旗に描かれた文様は永楽通宝、永楽線だ。6枚揃えばシャレが効いて、へへ、おつってもいいや。おつでござりまするか。ひひ、わからんか。それじゃ種明かしは集めてみてのお楽しみかね。
存分な働きだ、ユキ。雪村はこの俺のセナを懸命にかけている。俺はその思いに報い、先へと導き続けねばならない。では俺を導くものとは何だ。織田信長かの存在は俺の道の先を行くものではないか。信長と相対した時、俺が感じたものは恐怖でも畏怖でもなかった。あれは何だったのだ。あの輝きは一体何だ。これが惹かれているということなのか。そうなのか。いや、確かめたい。確かめねばならない。この信行自らの足で。せがれ殿まで兄弟揃ってでかい声だよ。まったく誰にいたんだか。すまん信行、わしが他がいないばかりとんでもない重荷をお主に背負わせてしまった。お主は気づいておらんが、わしの命を選んだあの刹那からお主の中で何かが変わった。いや、お主は変わることを選んだのかもしれん。どうあれ、お主は変わってしまった。今一度見極めねば、真田の行く道、そしてたどり着く先。親方様、この正幸、戦国一の食わせ者になると称されておりますが、いやはや愛も変わらずヘマばかりですわ。勝頼様のことでは、うっかりこのやつがれが命を拾うてしまい申した。あの世で合わす顔もございませんわい。かくなる上は、しぶとく生き延びて親方様の教えをしっかりと先へとつないでいきとうござる。この真田正幸、満州一世九年累世の大仕事必ずや果たしますゆえ、負けてなど出ないでくだされ。
取ればよっと。の忍び風魔小太郎の術、どれが本物か皆目見当がつかぬ。そうじゃろうそうじゃろう、もはや勝ったも同然。わしはここに隠れて見物じゃ。真田の貴様ら、いまだにおだり空戦とは何たるふらち。我ら真田が仇のおだに、一体何の話でござる。暴けても無駄じゃ、わしは知っとるんじゃ。真田のせがれと徳川が失火と結んどるとな。兄上が徳川殿と、そのようなざれ言を我らが旧敵織田と結ぶことなどありえぬ。隠れするつもりか。ご老体、潔く勝負なされよう。うるさいうるさい、こわっぱめが家を背負わぬ次男坊にわしの辛さが分かってたまるか。今や天下の趨勢は織田一色、明智、前田、柴田、いずれも一騎当選の家臣がずらりさ。浅井や桜を滅ぼし、比叡山を焼き払い、神仏すらも恐れぬ魔王信長。そして武田が滅ぼされた今、残るまともな勢力といえば我が北条と豊臣、毛利くらいのものじゃろう。それも逆らえばあっという間に滅ぼされるわい。ぎっくり腰のじじいに何ができるというんじゃ。ご老体、じゃがわしゃ生き延びねばならんのじゃ。先祖代々受け継がれし我が北条家を守るために。そうじゃ、お主、兄に頼んでわしと徳川を引き合わせてくれんか。またその話でござるか。何度申せば。徳川は織田の同盟国、徳川にとっては織田とも結ばれるは当然至極自明の理じゃ。何が、わしは細く長く生きてやる。ゾイン、そりゃあ食べ明かしの時間だ。続いたるは平楽戦6つ、泣く武者も黙る六門戦。ご存知、三途の川の私審査。今この時より真田は六門戦を家紋とする。これでいつでも冥土へ渡れるって寸法よ。真田の行く道に翻える旗印と
いざなら、おや。上田城主、真田昌幸殿に次ぐ信長公亡き今、もはや真田にはこの戦乱を生き残る力はない。なれば道はただ一つ、直ちにこの城を明け渡されよ。真田はわしが師と仰ぐ信玄公の旧臣、悪いようにはしないと約束する。上田の城も民も真田に代わりわしが守ろう。それが亡き師に報いるわしの誠だ。言ってくれるね。一義者の正体見たに負けだぬき、乱れに乗じて旧武田領を平らげおって腹かい。すでに徳川軍は城を取り囲んでおりましょう。いかがなさる、おやじ。そうですか。徳川に作ったのも悪くない話かね。家康は信玄公も一目置いたほどのものの札。器は確かさ。秀吉に並び立ち、天下を競うのはやっこさんとも言える。では、徳川に下りますか。そいつだけはごめんこむるね。徳川に着くのは構わないさ。だが、上田の城は渡せん。秘術の策に惑わされるな。さて、囲み、押し潰せ。わしはかつて、三方ヶ原で信玄公に敗れ、初めて己の小ささを知った。そして、この世界の広さ。以来、信玄公は我が心の師。師が残した信濃、甲斐の地を秀吉殿の拳から守れるのはわしだけだ。やれやれ、親方様も罪すりなお人だね。肝心なところ伝えそびれていったんだ。上田はこの正幸が親方様から託された城よ。この正幸が親方様の思いを継いだ約束の地よ。かなたらしたガキ大将どもに、はいそうですかと渡していいもんじゃねえのさ。これが信濃の志士、真田信幸。なんという合力。親父殿はそのような小さき道にこだわり、我ら真田の道を危うくするおつもりか。小さき道だと。さよ、亡き者の意を継ぐ道はあれど、その道が歩みを妨げ、行く末を惑わすならば捨てるべきだ。ここにもいたかい、ずうたいばかりのあなたれが。せがれ殿とは一度膝つき合わせて話し合わにゃならんだ。そう難しい道理じゃない。草履温めるより簡単さ。その愛が優しく強く表す。そん時はお主と雪村と親子三人、湯にでも浸かりに行くかね。親方様とっておきの隠し湯へさ。ひるまずおせい。我が軍の勝利は目前と。まもなく援軍も到着する。お前たちに勝ち目はない。これが最後の勧告だ。直ちに降伏せよ。
ここで援軍た冗談は義姫様なんつってこっちも秘密兵器の出番かね。誰かひとっ走り頼むわ。雪村のもとへ。はいよっと。親様からの伝令では敵方の増援までもはや猶予もなし。急がねば風よりも早く。しかし親父様が申していた通りの事態となった。徳川殿が天下を望むならば必ずや上田を攻めると。徳川殿は義のあるお方、そう信じていた己の未熟を恥じるばかりにござる。今や戦国の炎が再び世に燃え盛らんとしているのか。敵衆、真田の援軍か。通すな、そやつを通すな。妙だ、増援にしては敵の数が少ない。だがそれらしき隊も他には見当たらぬ。応援部隊設置完了。部隊は作戦通り上田城要所へ攻め込むのだ。よし、やってくれたか忠勝。これで勝敗は決した。正幸殿、決断を。文字通り降って湧いた援軍ってか。いやー参った。いくら小せがれ殿でもこいつは防ぎようがないね。ここまでか。およ、らしくないね。苦しきの劣勢、せがれ殿なら一蹴り散らしてくれるってなもんだろ。そのように俺や雪村を頼みにして地を這い進むがあなたの道だ。いな、進んですらいない。激動する力に翻弄され己の道を失い、前に進むことすらままならぬ。それが真田正幸という男の本性だ。それはまた随分と厳しいね。だがそういう話は連中を片付けてからにしようや。
治殿には信玄公の意志を継ぐほどの器量はない。巨大な流れに逆らい、己が道を行く力もない。いい加減にせんか、信行。このままでは真田は弱き者となる。弱き者は新しき世を前に滅ぶ定めにある。そこまで申さば、せがれ殿。お主に問おう。わしが弱き者だとして、強き者とは誰だ。いかなる力にも屈することなく、己が道を前へと進む者よ。織田信長のようなか。そうだ。そして徳川家康もまた強き男だ。ほう、家康が。だが奴は信玄公を師と仰いでいるのではなかったか。ならばわし同様、お主の言う小さき道にこだわるものではないのか。違いが分からぬと申される。その事実が先へ進まぬものである何よりの証。このまま道半ばでとどまれば真田は滅ぶ。だがそうはならぬ。この信行が許さぬ。やれ、何を言っても今は無駄かね。見定めた、信行。是非に及ばず。親父殿、俺は先へ行く。誠の道を走り、日の元を照らす誠の物の布となるために。誠の道ねえ。たく、どこでどうたがえたのやら。さらばでござる、親父殿。野郎が。白装束は伊達じゃねえ。待ってな、秀吉。俺の覚悟、あんたに刻むぜ。雑魚どもに用はねえ。失せな。あなたの覚悟に口を出すのはもはや俺の役目ではありません。存分になされよ、政宗様。白装束だと。やつで玉砕でもするつもりか。勘違いすんじゃねえ。こいつは秀吉のために来てやってんだぜ。何だ。ほどにそいつは認めてやる。だが気に入らねえな。誰に断ってこっちで好き勝手してやがる。もう天下取った気でいやがるってか。領主筆頭の俺なんざ眼中にねえってか。気に入らねえな。こん
だけ頭に来たのは初めてだぜ。思い知らせてやるぜ秀吉。天下はてめえのもんにはならねえ。絶対にな。天下はよ、この独眼竜伊達政宗がいただく。俺の門に汚ねえ手で触れたんだ。相応の覚悟はできてるよな。もう結界天下上等。今の俺に近づくんじゃねえ。死にたくなけりゃな。来たか竜だ、竜神だ。竜神が怒り狂ってやがる。覚悟を染めてみろ。出世のために死んでくださいよ。ああ、見ねえ顔だな。誰だあんた。はあ、え、お前俺様のこと知らないの。ほら、本兵衛さんの次に賢くて強い兵衛だよ。竹中の次だ。そりゃ豊臣の二兵のことか。ってことはだ、あんたがあの黒田官兵衛か。くっ、きゃー、誰が保管だ。あれと一緒にせんな。殺しますよ、お前。まだべーだ。豊臣の右腕竹中半兵衛さんと対応なし並び立つ未来の差は堂々またべえ様だ。貴様の名を顔をよく覚えとけ。だってまさ胸。この出会いも一期一会、もてなしましょう。心より。俺流にな。ティータイムだ。あんたふざけてんのかイカれてんのかどっちだ。さて、両方かもな。詫びか詐欺か、
好きな方を注文しなよ、さっさとよ。豊臣にもクレイジーな奴がいたもんだ。なんてな。お前にもワビスケにも選ばせやしねえよ。俺の好きなのを暴れるさ。よせ、サビスケ。僕はこのお方と話がしたいんだ。ああ、好きにしな、ワビスケ。だが体は使わせてもらうぜ。せいぜいこいつが死なねえうちに話し終わるこった。やれやれ、随分と荒っぽいな。こいつが天下一品の茶道とは、恐れ入ったぜ。お聞かせください。あなたは本気で秀吉様を討つおつもりなのですか？俺が冗談に見えんのか。本気も本気。俺は大真面目だぜ。俺は大真面目？大バカ野郎の間違いだろ。あなたはご存じないのですね。秀吉様は日の本を治めた後、外国にまで侵攻し支配しようと考えているのです。そしてあのお方の歯の力は、それが可能なほどまでに膨れ上がっている。俺が茶を立ててやってんだから、当然だろうが。そのような強大な敵にあなたは本当に勝てると思っているのですか？ナンセンスだぜ。結果なんざどうだっていい。肝心なのは俺が今どうしたいかってことだ。そしてその通りに動けるか、そいつを俺自身が信じてやれるかだ。己を信じる。無茶だろうが無謀だろうが関係ねえ。俺が俺であるために、俺は俺を信じるぜ。まったく、よく吠えるワンコだな。何も知らねえってのは哀れを通り越して滑稽だぜ。詫びもサビもあったもんじゃねえな。おい、くそ、詫びすけ、お前俺を抑え込むんじゃねえぞ。サビスケ、僕は僕を信じてみるよ。だからこのお方を秀吉様のもとへ。どうしにか。爪のような跡が3本。これはまさか。そう、君と因縁浅からぬかつての梵天丸くんだ。半兵衛殿、聞いてくれ雪村くん。彼は死を覚悟して秀吉に挑むつもりのようだ。なんと、あの梵天丸殿が、政宗殿が今この地に。そう、しかし君が知るかつての彼、政宗君がどれほどの強者であっても秀吉にかなうはずがない。そうだろう。政宗殿ならばきっと、いや、死なせてはならぬ。我が命の恩人であり、ライバルでもあるあの孤人を。そう、僕からの頼みよ雪村。彼とはお互い話し合いで分かり合えると思うんだ。君も彼には死んでほしくないだろう。男と男の約束を果たさぬうちに。な、半兵衛殿、なぜそれを。悪いね。敵も味方も今も昔も全てを徹底的に調べ上げる。それが僕の役目の一つさ。君と政宗君、弁丸と梵天丸は幼き日に出会い、刃と共に友情を通わせた。いかにも、あの熱く燃える感覚、今もなお忘れえぬ。僕ら豊臣の言葉には耳を貸さないとしても、君の言葉ならきっと彼に届くんじゃないかな。勘弁。君が彼を説得してくれるなら、僕は秀吉と話してみよう。きっと穏便に事を収めてくれるはずだ。承知いたした。かたじけない、半兵衛殿。止め、止
焼き付いた覚悟の十字、あの背中を守るのが俺の覚悟だ。奥州筆頭伊達政宗が側近片倉小十郎入る。片倉小十郎殿、まさかあの時に梵天丸殿が言っていたうるさき男。一言多いようだが聞き逃してやる。てめえ何者だ。それがしは真田幸村と申す者。政宗殿には幼き日にこの命を救っていただきましてござる。何、真田だと覚えてる。逃げ出した梵天を捕まえた時確かそんな名を言ってたな。てめえがその時の伝丸と言ったか。いかにも伝丸がそれがしの妖名でござる。梵天丸殿からその武勇を聞きしおり、貴殿とはぜひ一度お手合わせをと願ったものでござる。いや今はそれどころではござらぬ。片倉殿お願いでござる。ここを通していただきたい。あいにくだがここは誰も通さぬ。ましてやてめえは豊臣方だ。片倉殿ここまでにござる。てめえの覚悟が俺を超えたか。ならば行け政宗様を頼む。秀吉様、半兵衛様、どうか私にこの卑小なる賊名を即刻斬滅する許可を。うむ、許可する。だが殺すでないぞ。この俺を奥州筆頭独眼竜をなめんじゃねえ。怒りかくだらぬ。そのようなものに突き動かせば貴様は自らを滅ぶのだ。滅ぶのはあんただぜ秀吉。この俺を甘く見たことを地獄で後悔するんだな。我を前にしても力の差が分からぬと。未熟、あまりに未熟。先が見えておらぬ男よ。秀吉、ほどほどに頼むよ。彼は生き餌だ。獲物がかかる前に死なれては困る。案ずるな、半兵衛。殺しはせぬ。
この者は路傍の石、弾き出しこそせ、砕く価値などなし。そう卑下してやらないでくれ秀吉。彼は君から学ぶためにここまで来たんだ。どうあがいても覆すことのできない状況が、絶対的な力の差が確かに存在するということ。さっきからごちゃごちゃとうるせえぞ。俺が生き得たと上等だ。何を釣り上げるつもりかは知らねえが、竜を生きたまま餌にしようなんざ大した盛況だ。死ぬ気で暴れ回って食らいついてやれ。獲物もあんたらも境なくな。少々息が良すぎるようだね。三成君、しつけを頼んで構わないから。はっ、お任せください半兵衛さん。貴様、恐れ多くも秀吉様に歯向かった挙句、半兵衛様にまで聞くに耐え難き雑言をわめき散らすなど。百度、いや千度斬滅しても飽き足らぬ。懺悔しろ。殺してくれと泣き叫び懇願するまで数限りなく切り刻む。嬉しいね、やっと分かり合いそうな奴が出てきまったぜ。ほど。政宗君、君は梵天丸の頃からあまり変わってはいないようだね。実に面白い。何？弁丸だった雪村君もあの頃のままだ。早く会いたいだろ、政宗君。弁丸だと？あいつがここに？いや、あんた何言ってやがる。なぜ俺たちのことを知っている？おや、雪村君と同じことを聞くんだな。だけど、君には僕の答えを聞く時間はなさそうだ。俺を赤く染めてみろ。遅かったね、雪村君。半兵衛殿、貴殿はそれがしに政宗殿を助けよと。つまりはこういうことさ。真田が豊臣へ従うと誓うのなら彼の命は救われる。拒むなら彼は死ぬ。単純明快だろ。バカな。それが君の回答かな。残念だよ。待たれよ。約束だ。男と男のな。男と男の約束にござる。誓う。聞こえないな。はっきりと頼むよ。約束する。真田は豊臣に従う。約束は絶対に守る。そろそろ関ヶ原でもおっ始まる頃かね。久しいな、雪村。せがれ殿。兄上。見事な奇襲だ。真田井戸は引き受けた。ここは頼むぞ、小せがれ殿。お前に用があって上田へ来た。そんな、上田攻めの軍を率いるのは兄上。
俺は徳川の将でした。沼田の城を預かって上田までは一まとめ、そう意外でもあるまい。信幸姫、やはり我らの真田井戸を狙ってきたか。あそこは日の本を横断する地下へと通じている。通り抜けてしまえば関ヶ原は目と鼻の先。この攻撃をしのいだ後、我らが先に真田井戸を抜けて援軍に駆けつければ将軍は勝つ。いざ真田井戸を奪取し、我らも関ヶ原へ。美濃の国関ヶ原にて家康公を率いる徳川公軍と石田三成を総大将とする豊臣西軍が布陣し対峙。東軍福島正則勢と西軍浮田秀家勢の激突により合戦の火蓋が切られました。始まったぞ。急ぎ家康公のもとへ果て参じるのだ。ほう、真田井戸を通じて関ヶ原の様子が伝わってくるか。こいつはお客人方に拝聴料をいただかないとね。しかし兄上、それがしに用向きとは。降伏勧告であれば親父様もそれがしも受け入れはいたしませんぞ。それがお前たちの選ぶ道であれば好きにするがいい。俺は俺の道をひた走るまでのこと。だが雪村、お前には問うておきたい。まことの真田の道とはいかなるものか。黒田長政、細川忠興、加藤義明、石田三成暗殺隊が西軍本陣へ向けて出撃。本陣の守りを固める。左近隊、前へ。三成様をお守りするのだ。まことの真田の道。そうだ、お前たちの道は今西軍豊臣に沿うている。俺は上田を去ったあの日から家康と共に日の本の先を照らす術を求め、ひた走ってきた。こたびの大戦は我ら東軍家康の勝利によって踏み出される先への一歩に過ぎる。日の本を二分したこの戦が決着することで天下は一つとなる。戦国の世は終わる。それより先こそ我が真田の誠の道、世を太平へと導く道こそが俺の進むべき道だ。さすがは真田の城、容易には落ちぬか。えい、城内へ流れ込め。勝つで押し潰すのだ。三成暗殺隊、本陣守備の激しい抵抗により敗走。左近隊、敵部隊本陣への突撃を阻止。しかし激戦の最中、島左近が無数の銃弾を浴び戦闘不動。関ヶ原の戦局は五分と五分といったところか。さてどうなるや。どうした、島津はまだ動かんのか。全国出陣を要請したはずではないか。それが伝令の者が出ませず依頼したところ、無礼なりと一喝され追い返されたとのこと。まさか兄上、この天下分け目の大戦は徳川殿と兄上が仕向けたもの。同じ道を行けぬ者と先へ進めぬ者、これらはいずれも天下統一への妨げとなる。そうした歩みを妨げる者をこの戦にて取り除く。我らが先のためになし得る最良の策だ。バカな兄上。で毛利は、毛利はなぜ動かぬ。出撃は要請したのだろう。毛利は弁当を試食した後出撃すると返答があり、それ以降は西軍内にて統率に乱れが生じている模様。この霧昇進、松尾山に転令。我が東軍の奥の手を。兄上、それが兄上の進む道であれば、この雪村の誠の道は別にあります。
それがしは親父様の道を行く。たとえ先が途絶えていようと後悔はいたしませぬ。ならばこの俺の一踏みでその道を砕こう。小早川め、この後に及んでおじけつきおったか。松尾山に向けて発砲準備。弱虫金剛を一括しろ。徳、松尾山に布陣する小早川秀明を一斉襲撃。ひるんだ小早川が東軍に寝返ったらぞ。イエス、お前の勝利を俺は疑わない。高校の憂いはこの俺が立つ。先へかけ、夜を照らせ。了解、旦那。任された。とまあ威勢よく引き受けたはいいけど、ちょっとばかり気合い入れないとしんどいかもな。そいじゃ一つ俺様の華麗なる手裏剣さばきをご披露しちゃいますかね。小早川秀明の裏切りにより動揺した西軍将兵が東軍へ寝返りました。その数およそ1万。あらら、こりゃ西軍も敗色濃厚って感じじゃないの。こりゃ真田も身の振り方ってやつ考えないとね。信行の旦那が徳川にってのが大旦那の奇術か何かだったら拍手喝采なんだけど、そりゃないか。相手は忍びだぞ。強行突破しろ。いた、手裏剣が尻に。にしてもまさか信行の旦那がね。ま、昔から何考えてるか分かりにくい人だったっけ。分かりにくさで、いや、正幸の大旦那もいい勝負だわ。そこへ行くとあの人の分かりやすさが際立つってもんだ。親父と兄貴の板挟みでさぞ辛いだろうけど。小早川軍が大谷義継の猛攻を受けている模様。弱虫金吾は早々に気を失い戦闘不能。ま、とにかく東と西どっち分かっても、とりあえず真田の家は残るわけだ。どっちにしろ俺様は雪村の旦那についていくだけさ。なんか放っておけないんだわあの人。たかが忍びにここまでしてやられるとは。誰でもいい、誰かやつを。あれ、関ヶ原はて来いて迷子じゃ。そこの手裏剣持った人、関ヶ原へはどう行けばいい。教えてくれ。え、ああ、俺様のこと。そうそう、お前さん、お前さんって好きありゃ。おっと、いや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 、いきなり何すんのオタク。かわされた。しかし迷子を装い隙をつく。小生のこの完璧な奇襲を看破するとは。やるな、お前さん。いやいや、つーか、その手枷ひょっとしてオタク黒田勘兵衛。そういや脱獄したって手配書来てたっけ。で、今東方についてるってわけね。当たり前じゃ。王政をあんな穴蔵に閉じ込めやがった奴らの味方なんざ誰がするか。脱獄してしばらくして偶然信行らと出くわしたんだ。あいつはな、哀れな小生を拾ってくれたんだよ。普通ならよかったねで済むだろうけど、オタクほどの男に狙いがないわけないよな。いよいよ王政にも月が回ってきたってわけだ。やれやれ、
信行の旦那も厄介なもん拾ったな。こいつは大旦那並みに食えない男だぜ。なんということだ。大谷教の義継殿、小早川軍を壊滅してしも自らは封刺されただと。おいおい、こいつはさすがにまずい流れだ。どうする？旦那、大旦那。終わりだ雪村。上田は間もなく落ちる。真田正幸の道はここでついえるのだ。ならばお前の行くべき道も消え失せよ。俺と来い雪村。お前の先をこのようなところで途絶えさせるな。大谷軍改装の砲を受け、水谷様が本陣より出撃。足はのごとく東軍本陣を目指し疾走中。雪村は勇敢よ、信行。今のお主には分からんだろうがな。何？お主は何も見ておらん。いや、お主には何も見えておらんのだ。道も先も足元さえも。戦国最強本多忠勝様、上空より西軍陣地を爆撃、次々と殲滅していきます。あなたが俺の見据える景色を理解しようはずもない。俺はあなたの遥か前に、その背中霞んで見えぬほどに。兄上。かつてあなたは幼き俺に問いた。武勇と知道、仁義忠信をもって天下に名をなし、あらゆる者の負が規範とする道となる。それこそ誠の真田の道である。信行、あなたの言葉を信じ、俺は車輪にかけた。あなたはこの道の先にいると信じて、だがいなかった。あなたは全く別の道を進んでいたからだ。道を違えたのは俺ではない、あなただ。親父殿、信玄公の死が親父殿を変えた。親父殿を立ち止まらせ、道を惑わせたのだ。勇気。だが俺は先へと進んだ。そして今なおたゆみなく邁進し続けている。その差がこれだ。俺は父であるあなたを凌駕した。これより先、真田の道はこの信行がひた走ろう。兄上、親父様。覚悟しておく雪村、ほどなく関ヶ原も決着する。無論我らの勝利です。なんと。石田三成、自ら東軍本陣に突撃。家康公との一騎打ちと相成りました。石田殿と徳川殿が一騎打ち。聞こえる二つの熱き心の叫びが。家康三成、なぜ貴様は断罪されない。秀吉様を裏切り、私を裏切り、この世の全てを欺き、己も偽り生きる貴様を、なぜ誰も咎めない。それはまだその時ではないからだ、三成。わしは罪を負った。そしてこれからも追い続ける。いつか必ず全ての罪を裁かれる時が来るだろう。だが今ではない。それはわしが皆との絆を束ね、天下を一つとしたその後だ。絆、絆、絆。ならば私との絆はどうだった。貴様の汚れた過去ごと無賛したか。それともそんな絆などなかったのか。私は心の中で貴様を友と呼んでいたんだ。三成、お前は秀吉殿との絆が強すぎたんだ。他の全ての絆が霞んでしまうほどに。勝手なことを。
から全ての絆を奪ったのは貴様だぞ家康。そうだ水成、わしはお前から全てを奪った。だがそれを贖うためにお前の命を奪うという罪をも背負う。わしの決意だ。さあ終わらせよう三成。わかるか雪村、石田三成もまた豊臣秀吉の死という枷に囚われ、立花窓の先を捨てた。俺は走り続ける。たとえ今この時家康を失おうとも。信行、関ヶ原は勝ったのは総大将同士の一騎打ちがついに決着。勝者は家康様だ。徳川家康様ご健在なり。終わってしまったか。伝令敵将石田三成斬首。見事だ家康、これに先に進めぬ者は必須とついえる。そろそろ見せ場じゃねえ。失敗したのはご愛嬌、成功したらばご合算。新しき世の到来だ。兄上は道を誤っておられる。弱き者、古き者、ただ切り捨てて進む道など魔王覇王が敷いた道と変わらぬ。うつろなり。雪村にたわごとを吹き込んだな。それも砂術の類か。この安枯れの見せ物もようやくしまいだ。最後に父としてここであるお主に二つ伝えておく。一つ、痛みってもんを知れ。人の心の痛みを。二つ、立ち止まり雪村を待て。あやつは必ずお主の背中に追いつく。重いもんを抱えて一歩一歩踏みしめながら、えっちらおっちらとな。すまんすまんな信行。わしではもうお主には追いつけんのだ。さらばでござる。せがれ殿、見えぬ幼き日に見た背中、先を行き大きく揺れるあの背中、俺にはもう見えぬのです。
良い天気でござりますな、親父様。お天道様も、ほれ、あのように。まだ落ちんじゃいねえよ。でもまあ、のんびりしてもいられないかね。これは…さて、戦国の奇術師真田昌幸、正真正銘の千秋楽、仰天同士の大奇術、命なめ打ち披露いたしそうろ。早い話が真剣勝負ってやつさ。死と子、水いらずでね。しかし、親父様、病か、そのお体では。しかしもかかしもかかもないよ、小せがれ殿。だからこそだ、この老いぼれには時間がないんだよ。小せがれ殿にはこの正幸が伝えられる全てを伝えておきたいんだ。しからば、神妙に拝聴いたしますゆえ、どうか落ち着かれよ。まずは屋内へと。バカ、こういうもんは寝物語見たくしとやかに語り聞かせるもんじゃないっての。父と子である前に男と男だ。伝えろっていや拳と拳だろうが、こいつは武田家伝来の秘奥義よ。さて、お客人にもおなじみのこの帽子、種も仕掛けもござってそうろう。俺より取り出したるは山、風走る静寂の林、その奥にそびえ立つ火の山でござい。様は鍛え上げた強靭な肉体ととてつもなく巨大な心で全てを正面から受け止め、時に激しく時に優しく、その全てを抱きしめ、一歩ずつ前へ前へと進むお方であった。正幸が小雪を追い、武林火山とは何ぞや。僕答え。はっ、風林火山とは、早きこと風のごとく、静かなこと林のごとく、侵略すること火のごとく、動かさること山のごとし、武芸副書の一つ孫子にある一節を抜粋したものにて、兵法においては軍領。違う。なんと弱い七つで人質として武田へ下ったわしを友として接し、上にも下にもつけなかった。わしだけではない、親方様は老若男女、強気も弱気もまず分け隔てなく、皆一人の人として平等に接した。理屈ではないぞ雪室、心じゃ。お主の心で答えてみせい。心で答える。そうじゃ、
皆誰もが心の内に風林火山を宿しておる。無論雪村、お主もじゃ。お主の風林火山はまた格別に熱い。燃えたぎる炎のごとしじゃ。我が心の風林火山。それは人に甘いということではない。むしろ厳しさが勝るものだった。なぜなら真に平等に接するとは互いに等しく責任を負うことでもあったからだ。思い出すがいい雪村、幼き日の刹那、心の内に燃えたぎった熱き炎を。お主はあの時心を焦がす青き炎にその己の熱き心で応えたのじゃ。それこそがこの雪村の心に宿るし熱き風林火山。すなわち風林火山とは心の在り方そのもの、揺るぎない己の形。親方様はいつもおっしゃっていた。全ての人が真に平等に暮らす国を作りたいと。皆が皆の責任において皆のために尽くす。そうやって皆で力を合う。親方様、雪村、痛い。しかしこの痛みにはぬくもりが、心が、教えが、慈しみが、愛がある。どうだった親方様は。まさに火を吹く山のごとき御仁でござりました。それじゃあここからはこの正幸、くたびれた老いぼれ親父の愚痴を最後だと思って聞いてくれ。親父様。雪村、わしはな、嬉しいんだよ。お主も信行もこのわしのせがれとは思えるほどまっすぐに真っ当なもののふに育ってくれた。まあ兄弟揃ってバカがつくくらい真面目で正直、おまけに頑固ってのがちょいと玉ね傷だけどね。信行に至ってはとにかく一足飛びで何もかも軽々と越えていきやがる。足元なんざ目もくれねえ。道端に咲く小さな花なんぞ気づきもしねえ。そんな不器用な様も愛おしくて仕方ないのさ。まったく親バカってやつはどうしようもねえや。つまるところわしは信行をこのまま放ってはおけないのよ。あいつはわしの背中を追っているつもりだったようだが、そうじゃない。幼き日に焼き付けたまぶたの裏の幻を追っていたんだ。わしはあいつに図らずも記述を仕込んじまった。その幻の背中を追っかけながらあいつはぐんぐん加速した。わしの期待に応え大股で一目散に、そこに本物の背中が現れた。戦国の世をかたどったように荒々しく眩しく鮮烈でどでかい背中が。織田信長、奴の存在が真剣な幻を一発で吹き飛ばしちまった。幻が消えた後は核のごとしさ。あいつは消えた背中を探して別の背中を追い始めた。信長、秀吉、そして今は家康だ。わしはかまどと野郎の家康が嫌いだ。だが確かにあの男は信長や秀吉にないもんを持っている。人の痛みを知り理解し
己のうちにきっちりしまい込んでおける隙間があるのさ。まあ、あの野郎の場合、しまい込んだらはいおしまい。何もかも背負い込みたいだけ。ただの自己満足さ。だがそれじゃあダメさ。しまったもんはちゃんと取り出せなきゃダメだ。思い出せなきゃダメなんだ。わしにはそもそもそんな隙間はなかった。親方様に憧れ持ったふりをするのが精一杯だった。信行は持っているはずだが、いかんせん飛ばしすぎよ。何一つ拾っちゃいねえ。で、ここからが本題さ。構成までだ。気づいているか。お主も持ってるんだよ。十分にでっかい隙間をね。しかも西に落ちてるもん目ざとく見つけてちゃんと拾い上げてやがる。いやー、喋った喋った。小せがれ殿の言う通り、今日はいい日和だ。信行に伝えてくれ、雪村。しかと、この雪村、しかと。見てみなよ、あの花を。小さくてもしっかり根を張って咲いてら。立ち止まって寝そべりゃ、誰の目にも映るってもんだ。綺麗だね、上田じゃ。今どの花が見ごろかね。そうでござりまするな。この時節なれば、裏山の真田丸、攻撃準備。放て。真田が魂はこの六門戦と共に。豊臣がそう、真田幸村、いざ参ら。撃て撃て撃て。豊臣の亡霊が救う熊田城を跡形もなく消し飛ばしてしまえ。あれか、まずは真田丸の砲撃と呼吸を合わせ、大阪城を狙う本田陣営の大筒軍を破壊する。大阪城など豊臣の力の象徴、こんなものがあるから関東どもが妙な気を起こすのだ。秀吉と官兵衛と、そして石田と、かつてのお約束と、この雪村がお味方いたす。それが最後の一兵となるまで貴殿らの城を守り戦い抜く所存。休んじてあられよ。家康公の作る新しき世に、あのような古き世に縛られし者は必要ない。消え去れ。黙れ、家康は三段者だ。秀吉様を支持し天下をかすめ取った盗人以下の腐れ下道だ。そのような者に国は民が導けるか。それに気づかぬお前たちもまた東西国を腐らせる毒だ。豊臣秀吉だぞ。あの魔王信長と大して変わらぬ。武の力を頼み、恐怖で世を支配する暴君ではないか。秀吉様は
この日の元の行く末を憂いていた。魔王のようなまがまがしき存在ではなかったのだ。なんと醜い戦であろうか、このような戦では戦国の世は終わらぬ。新たな憎しみを生じ、また同じことが繰り返される。関ヶ原で勝利し戦なき世となったはずだった。それなのに貴様らのせいで我らにも武士としての意地がある。豊臣に仕えた者としてその大恩に報いねばならぬ。だからこそこのままただ座して朽ち果てゆくことはできぬのだ。これは勝者と敗者の戦ではござらん。同じ戦国の世を生きた者たちの戦でござる。捨てるためではなく拾うための戦でなければならぬのでござる。よう真田の大将、今暇かい？ちょっくら戦況報告しときたいんだけど。おう、サスケ、聞かせてくれ。担当直入に行って、かんばしくないね。伊達はどこだ。伊達、まさむね。ここだ、ダメ。やめろ。あれは後藤又兵衛殿。おい、いるんだろ。隠すなよ。隠してるとお前から話しちゃうよ。だって知らなきゃ。なんか鬱陶しいから笑いしちゃった。なんと凄惨な、あの血走った目、正気とは思えぬ。助けてくれ、助け。後藤殿。よしなよ大将、あれはまともじゃないぜ。話なんざできっこないって。サスケ、あの姿もまた戦国に生きた者のまことなんだ。いない。ここにも伊達政宗が。いない。まさかこのような形で政宗殿の名を耳にするとは。こちら方ではないということは徳川方であろうな。あの時交わした約束、今も覚えているでござろうか。それがしのライバル殿。よし、全て破壊完了にござる。おのれ、せいぜい勝った気でいるがいい。もうじき上空の部隊が到着する頃合いよ。おっと、これは俺様の出番かね。サスケ！はいな、大将！行け！あらら、冗談！こんなのまで用意しちゃって、あちらさんもそれなりに必死ってわけね。ま、信之の旦那の姿が見えないだけでも俺様としちゃ一安心だわ。正直見たくないんだよね、あの兄弟がやり合うところなんてさ。
大将の方は腹くくってるみたいだけど、まったくいつの間にか、まあでっかくなっちゃって、どこに出しても恥ずかしくない日の本一のもののふた。本当に立派になったぜ真田の大将。ここからが本番ってわけね。貴殿が戦国最強権田忠勝、あの徳川殿をして過ぎてるものと評されるほどの男、己の全力、いや死力を尽くしてさえかなわぬやもしれぬまことのもののふ。今は豊臣の将が一人として大阪城を守らねばならん。サスケもまたそのために命を賭して貴殿へ挑んだ。いや、サスケはただこの雪村のためにと言い張るかもしれぬ。ただ友のために戦ったと。しかし猿飛サスケは紛れもなく戦国の熱き魂をその身に宿す誇り高き忍びであり武将でござる。
武田と真田の血を燃えたぎらせた誠のもののく真田の民の戦なき時代のため命を尽くしているなればこの雪村もその心に応えねばならぬ貴殿を倒し真田まで正面大阪城南方に布陣する徳川軍を叩け完全に包囲される前に一角でも切り崩せれば勝機は必ずあるサスケ俺に力をでござるか。徳川殿、兄上、あなたたちの望む通り、古き者どもがすべて集いましてござる。なれば、消えゆく者の声、この雪村がお届けいたし候。上祖壁、貴様。何故我と敵対する。我らの姉に徳川方ぞ。てめえ、ノリ、どの面下げて言ってやがる。どうせ家康の寝首でも書くつもりだろうが。愚物め、もはや徳川の天下は不動。ならば我はこの知略をもって天下人の駒となる。今さらそんな言葉に騙されるかよ。家康のためだ。あんたをここでぶっ潰す。我を潰すか。白昼堂々、愚かな夢を語った者よ。お二方、同士討ちとは何事でござる。早々に感化を収められよ。うるせえ、外野が口出すんじゃねえ。あんた、信行の弟の真田幸村。てか、
あんたは豊臣方じゃねえか。だったらなおさら敵なんぞに仲裁されるいわれはねえぞ。無益な争いに敵も味方もなきゆえ捨ておけぬ。捨ておけぬだ。余計なお世話よ。それにこいつは無益じゃねえ。有益だぜ。我が炎は。なるほど。上層で貴様豊臣と内容していたな。ねえ、てめえ何言ってやがる。長宗我部よ、徳川への卑劣な裏切り許しがたし。この場にて我が断固処断する。ああ言いがかりつけんじゃねえぞ。裏切る気でいるのはてめえだろうが。俺が上手に使わせてもらうぜ。手頃な捨て駒が手に入ったものよ。くたばりやがれ毛利。家康が作る新しい国にはな、てめえみてえな性悪必要ねえんだ。海賊まがいのならず者こそ輝かしき世には不要よ。我が深淵なる気楽へと沈め。上層壁双方いい加減になされよ。これ以上の無益な争いはこの雪村が許さぬ。なんだよ、あんた俺の話聞いてたか。こいつは必ず家康やあんたの兄貴を邪魔しやがるぞ。下手すれば暗殺してでも天下を横取りしかねえ。そのくらい平然とやってのける男なんだぞ。長宗我部殿とも思い、新しき時代に希望を抱く貴殿の信頼は理解申し上げる。しかしながら毛利殿もまた新しき時代を生きようとする者の一人、先へ進もうとする者の一人にござる。徳川殿と兄上はそのような者たちを導くためにここまで脇目も振らずかけて参ったのでござろう。貴殿は友の身を案ずるばかりに徳川殿の抱えるものが見えておらぬ。今一度しっかと目を開かれよ。くもに持ってくれ。なんだってあんたがそこまで。黙って聞いておれば貴様ごときが我の辛抱遠慮を計り得ようはずもない。確かに我はことここにいたり徳川を支配する愚などを犯すつもりは毛頭ない。天下も奴に触れてやろう。だが我が秋の地は誰の手にも触れさせぬ。その手にたとえ天下人のものであってもだ。本領安堵を約束させるためなのだ。我は垂れたことのない頭を垂れ、屈したことのない膝を屈してみせよう。毛利、あんたそこまで。戦国を生きた者のなんとしたたかなことよ。Thank you.
これまでにござる。家康、信之、ついに大阪城を落としやがったか。I see。 わかるぜ。いるんだろう、真田幸村。小田原以来になるか。あんたは豊臣に随分無茶な約束を押し付けられたそうじゃないか。俺の命と引き換え、俺が今こうして自分の道を突っ走ってられるのはあんたのおかげだ。だがあんたはどうなんだ。今走ってる道はあんたが望み選んだ道なのか。そうじゃねえなら俺は。してたってのか。待て、あんたのその目、いびつな刃。楽しいね。そうか、小田原か。あんたあの時の何べえか。どうでもいいだろうが。いうことはどうせ俺様にすぐ処刑されちまうんだ。どうだよ、もうどうでもいいんだ。巧妙とか手柄とか出世とかさ。だってさ、だってお前をやっと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 バラッバラに切り刻んで踏みつけてすりつぶしてぐちゃぐちゃにできるんだからさ。どうすりゃ、やっと俺様を取り戻せる。お前に負けて死に損なって生き恥さらして。玄内、安らかに眠りな。後藤又部。俺様の、覚えて。ま、政宗殿。あんたに会いに来たんだ、真田幸村。一つばかり確かめたいことがあってな。それじゃ俺たちらしく行こうぜ。 Are you ready? マサムネ殿、再会は嬉しく存じるが、これは一体何を確かめると。俺のライバルがどうしてるか気になってな。聞けば大層な連中と大喧嘩してるそうじゃねえか。それに分からねえな、まだ豊臣にこだわるのか。一応はまあ家康の天下だよ。
そいつはどうあがいたって動かねえ。いや、動いちゃいけねえ。何に真田、あんたは何。楽しいな、真田幸村。それがしもでござる、伊達政宗。どうだ、もう降参か。まだまだ、これからにござる。天丸、俺は天下人ってやつを目指すぜ。笑っちまうか。欧州の隅っこで生きがってるだけのガキが天下なんてよ。笑わない。笑うわけないじゃないか。でも僕たちは敵同士になるかもしれないな。何？父上様が天下を治めるべきお人は親方様、信玄公しかいないとおっしゃられていた。僕は真田家の男として父上様と兄上と一緒に親方様の上洛を、天下取りを助けるんだ。そして真田の名を天下に轟かせてみせる。武田に真田あり、日の本一の物の風なりと。じゃあ俺がその親方様とやらを真っ先にぶっ飛ばしてやら、でもって武田も真田も俺の家来にしてやる。どうだ、これなら敵同士にならなくて済むぜ。勘違いしてた。あんたは小田原で俺の命を救った。だがその代償として豊臣に服従を誓わされた。俺はそのせいであんたの命が無駄になり、こんなところで。そう思ってたんだ。俺のせいであんたの未来が閉ざされてしまったと心のどこかで重荷に感じてたのさ。ところがあんたはあの頃と変わらないままで俺の前に現れてくれた。俺はまたあんたに救われちまった。政宗殿、救われたわ。それがしも同じにござる。この雪村、まだまだ未熟者ゆえ、交わした約束が我が身へのしかかり、約束そのものを後悔することもござった。しかし今こうして政宗殿と試合、心を熱くたぎらせることができるのは、その約束があったればこそ。それだけでもそれがしは約束を守り続けてよかったと心の底より誇らしく思えるのでござる。俺も誇らしいぜ、真田幸村。あんたみたいな男のライバルである。行くのか。ある武人が待っているのでござる。真田の選別ってわけじゃねえが、俺の覚悟も一緒に連れて行ってくれ。わお、あんたらしい色に染まったじゃねえか。燃えるような赤、まるでフェニックスだ。不死鳥なら舞い戻ってこい。次はどっちかがぶっ倒れるまでやり合おうや。心得申した。Be yourself!
my rival。戦国の世に生きた者の人たちの熱き声、我が心、そのすべてをこの六文銭に託さん。ようやく追いつきましてござる、兄上。真田幸村、押して参る。まだ戦いは続くのだな。城はすでに落ちたという。俺は来るべき時を待つにふさわしい頂きで、それを迎えようと信行待っていたのだ。かの日からこの時を。診断随一の解決であると、その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋であれ。天獣王天が唯我独占、神羅万象ことごとく世の前にひれ伏すがこと、ありぞ。己が本能に従って生き、そして死ぬ。人であるために私はそれを成しましょう。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしは何が何でも細く長く生きてやるぞい。我が北条家は滅じゃ。どこだ、ここはどこだ、俺様は誰だ、誰かいないのか、一人は部屋だ。道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え、敵に備え、我は場を我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ、夢を叶えよう。秀吉様、未来の永劫あなた様の左腕となる許可を。明日を守らんとする心よ、永遠なれ幸村。限っておるようじゃな。はっ、この幸村したたかに振るっておりますれば。うん、わしの心は主の風林火山と共にある。何者をも恐れず突き進め。はっ、心得ましてござる。見ていてください、まあ
った個性あれ殿はいつにも増してでかい声だね。おやじ様重そうだな、個性あれ殿。こりゃまた随分と拾い集めたもんだ。おやじ様もご存知の通り、それがしバカ正直者ゆえ片っ端から拾ってまいった次第。そいつはまったくご苦労なこった。本当によくやったね。さあ、あと一息だ。頼んだよ雪村。お任せくだされ、おやじ様。たく真面目すぎるっての、うちの大将は。ちっとは気を抜かないと潰れちまうぜ。おお、サスケ、お前もいてくれたんだな。何その意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将についていくってさ。ま、とっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様面白いとこ連れてってやるけど。ああ、それもいいな。楽しみにしているぞ、サスケ。我が友よ。ここまだまだ。心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け伝えるわ。この雪村が皆と交わした最後の約束、そしてそれが我が兄との約束でもある。遅くなり申したが、これでも懸命にかけてまいりました。なれば今少しお待ちくだされ、兄上。見違えたぞ、サナダ。わしにはわかる。お前はとてつもなく重い何かを背負ってここまで来たのだな。お前の重荷をわしに背負わせてくれ。徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き、メイドへ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて。伝える。
お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強気を信じる。その心を。人の強気だと。お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、サラダ。人は弱く、儚く、脆い。確かにお前や信行、信玄公、信長公、秀吉と信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうともさらだ。人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。な、古き者を切り捨てることが弱さの証と申すなら、拾い上げる強さを持てばよい。それができると信じる。そんな強き心を持てばよい。人が弱いと、己が弱いと知る者なればこそ、誠の強さを求めることもできるはず。人の強さを信じる心は、きっと貴殿に新しき時代に新たな絆をもたらす。それがしはそう信じているのでござる。天下人徳川家康の誠の強さを信じているのでござる。そなた、お前は我が心の師、信玄公の教えをわしに届けてくれたのか。ありがとう。お前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。信行は天守閣にいる。約束。何よりも強い絆か。親父殿の言う通りだったな。お前は俺に追いついた。お待たせいたした、兄上。ああ、ずいぶんと待った。親父殿がお前を待てていた。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。背中追うな。兄上は
先頭を行く者だ。前へと進み、道なきを切り開き、大地を踏みしめ、皆が通ることのできる新しき道を作るものだと親父様は申された。この信行、真田誠のもののふなり。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。それには何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿もそれに敗れた死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。ああ、そうだ。俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったものを、人を、景色を、そして心を。今の兄上にならば託せまする。それがしがみちみち拾い集めてまいったあまたの心、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。捨てる者、消えゆく者、弱き者、小さき者、この六文銭は真田を継ぐ者が持つべきもの。それがしにはいささか重すぎましてござりますれば。さて、これでようやく肩の荷が下り申した。どこへ行く、雪村。それがし、ただの雪村に戻りましてござる。なればこの戦国にただ一人の武人として戦ってみとうござる。待て雪村。俺は重さを、痛みを知った。今の俺とならば共に歩めるはずだ。兄上が共に歩むはそれがしではなく徳川殿にござる。寝そべりゃ誰の目にも映るもんがある。親父様の最後のお言葉にござる。さらばでござる、兄上。雪村、100年にわたって続いた戦国乱世、
その一つの時代が一人の男の戦いの中で幕を閉じようとしている。壮絶に燃えたぎる赤い炎のごとく熱く強くまっすぐに天へ向かって立ち上る。それが幾百年の後も人々の魂に刻まれ続ける、真田源次郎幸村の生き様である。真田、日本一の強者なり。